マリオット・アルベルティネッリは、フィレンツェ派の世紀ルネサンス期のイタリアの画家で、画家ラファエロの技法を信奉し、彼の作品は空間と遠近法のボリューム、素晴らしい色彩、レオナルド・ダ・ヴィンチのスフマート技法を用いて際立っている。彼の作品の中で、特に目立つのは次のようなものである。聖母マリアのエリザベトへの訪問、パネルに油彩、1503年。聖人ジェロームとゼノビウスに愛された栄光の聖母、油彩、キャンバス1506年。幼子イエスの礼拝、絵画1515年。遺作の生贄くるみ材に油彩、1509年。受胎告知、ポプラ材に油彩、1508年。アダムとイブの誘惑くるみ材に油彩、1513年。永遠の父と天使たち、絵画1512年。パネルにトリプティク、1500年。私のチャンネルで歴史や美術のビデオをもっと見る。次の動画は、ロレンツォ・ヴィ・アレッサンドロ・ダ・サンセベリーノです。